最前遊んだショットガンキングザファイナルチェックメイトと、ショットガン持ったこのね、駒が普通のチェスに殴り込んでいくというまあめちゃくちゃね面白いゲームがあるんですけど、このゲームね、前はインディーゲームをね配信するサイトで、撮ってやってたんですけど、アルファ版なのかな、今回ね、なんとスチーム版で5月にリリースされるみたいで、その体験もやっていきます。リリースされてね、何が来るんだろう。なんかステージ構成的に難しくなってるみたいで、まあ、前回4までしか行ってないけど、その3倍くらいあるのかな。おー、懐かしいねで、進むごとになんかローグライク的な感じで敵の駒をなんか増やしたりするんですよね。で、敵の受けは一応この下に書いてあるこの数字の数で、一応バラバラに動いてくるんで結構厄介なんですね。とりあえずとっから当てまくろう。さあ、このナイトの動きがね、結構ね、このゲームだと分かりづらいんですよね。まあ、今私だと左右に動いちゃいけないと。だから動こうとしたら止められるね。で、こうやって、あ、違う。OK、まあもう一回やりますよ。こいつをこいつ。この動きね、ここ。この2体。ここか。斜めと縦の動きは警戒したいと。ほら。あ、ナイス。1回だけこれ助けてくれるけどね。2回はね、らしいと。ね、ここだね。これ、一旦待つでいいんだけどな。ここ前行ったらこれ殺されるんで。で、この角度ね。よし、いいんじゃない、今のいいんじゃない、今の。あー、あいつは動くか。じゃあ、ここ、あー。これ前来るだけだから、斜めしか攻撃はできないんで、ここで。あー、お前横クソ。ここ、ここだね。このね、ポーンをね、うまく使って、ポーン、後ろに行きゃいいと。あいつ倒せないかな。こうなれば死ぬことはないんで、大打ちに行こうにも、3ターンと3ターンか。こう来て、こう来たら、ここの角度とここの角度でやられて、すごい危ないけど。ほら当たんない。え、近づかれたらちょっとまずいですよね。わあ、やばい。ちょっとやばい。撃ち取るぞ。何死なないだと？やば、ここのラインね。ここか。だ、ショットガンっていうのがね、なかなか当たんないんですよね、これね。よし。難しくなってないか？この盾、あ、これあれかな？押しちゃいけない回数かな？エクストラソウルスロット。キングの、こう、ホワイトキングっていうのは、敵かな？ HP が減るよと。ビショップとナイトが増える。ビショップはまずいな。ナイトとビショップは、あれ、同じだな。あ、これサクリファイスだね。だ、1ビショップサクリファイスして2ナイト。だ、こっちが1ナイト消して2ビショップか。上だね。コマだけ考えたら。だ、これファイアパワー火力上がって、これ下なんだろうね。20% 何か上がると。射程ではないよね。いや、だって、これ2ビショップ追加やばくないか。すごい読みづらくなるね。いや、でも、まあ、こっちにしよう。これ、ずっと続くんでね。ナイトがいなくなった代わりに、これ、ビショップ。斜め増えましたと。ここと、これ、挟み撃ちで殺されないか大丈夫か、これ。このラインと、このラインだよね。動けないんだけど、全然こう斜めに動けばいいんだな。ほら。あ、で、ここのラインが危ないから、動い、あ、そっか、そこ、あ、めっちゃやりづらい。ちょっと待って、ここも死ぬよね。後ろ行ったら死ぬ。ほら。あ、終わった。
むずいって。だいだ、ちょっと出すやつを間違えたね。こんなね、将棋で言えば角が三角みたいなことでしょ。はい。大丈夫か。はい。はい。硬い。まあ、弾右下になったんで拾いましたけど。ね、キーサラソウルスロットっていうのは何かわかんないんですよね。ただホワイトナイトの HP が下がるらしいと。何がエキストラソウルスロットなんだろうね。ブラックキング、あ、自分か、ブラッキングはエクストラアーモ代わりに1ルーク追加、エクストラアーモ3個追加で、ナイトを失ってビショップ出た。上死ぬ、あれは死ぬ、難しすぎる。そんなことはしちゃいけないね。減ったのかな、もともと多いんで分かんないね。ホワイトキングって彼しかいないからね。で、これ、ブラックキングがスタート時にあって、っていうのと、ああ、もうね、そこ敵の駒の能力全部使えるんですよね。言ってなかったね、そういえばね。おら。これね、最初じゃないよね。使うにせよ。おら。ルーク2体か。この角度ね。あ、戻るわ。あー、なるほど。こっち逆に行こう。すれ違い通信。うわ、やば。ちょ、こいつ倒そう、まず。うおー、まずいね。これ結構まずいんじゃない、この囲まれ方。ここはやられると。ここか、ここ、ここのラインとここのラインね。で、ここのラインと、ん。あれあれあれ、こう、これ積んでないから、またというとこで使うわけですよ。そう、まだ終わってないですからね。ほら、斜めもすま狭すぎる。これ取れないんです、しかもね。これ駒が取れたら強いんだけど。あくまで武器はショットガン。これ一応左に拡張しよう。で、まずこいつ殺そう。撃て、やべ、これ追い詰められるぞ、まずい。弾取っちゃうもんね。はい、えい、えい、えい。弱すぎるでしょ。ショットガン、一発がロイヤルショットガンっていうのなのかな。これ命中なのかな。1ポーンがナイトになると、ゾーンが広がるかな。コレクトシェルズ。インアラージゾーンと。2ポーンで1ルーク。ルーク今2体いるんですよね。上だね。まあ、エクストラバレーなんて多分武器が強くなったと思います。火力ではないと思うんですけど。多分精度かな。ほら。ここだね。これは動かしちゃってもいいかな。一回使うか。でも、ま、どうせキング拾うだけだよね。使ったとこで。あー、しまった。あー、なるほどね。あー、まずい。いや、いける。殺そう。一回離脱するんだよ。ドン。こいつ、うっとうしいな。あー、また、おー、まずいまずいまずい。これ逃げに使えるね、ビショップね。まあ、ルークの方が多分使い勝手いいと思うんですけど。あいつ殺しちゃうか。よい。ドン。ポーンだけなら死ぬまい。
危ねえ。これ使えば結構いけるね。てかそっちの戦略忘れちゃうな。この金ショットガンを持ったやつっていうのが印象強すぎてね、あいつがいないもんだと思っちゃうな。クイーンです。もうこれどっちにせよクイーンが増えるというところ。フロア4、これ前回これ死んでるはずなんで、上にしようかな。広がるんだよね。まあ左4で右3、あでも44どうなんだろう。これの効果いまいち分かんないな。でもラージャーゾーンか。まあ弾は増えたと。当たんないよね。クイーン強いよね。こことここでしょ。クイーンから殺そう。これ別に無視していいね。ルーク、貴様。で、ここ行ってよろしい。ここの子ダメか。じゃあここか。邪魔だ。ここなくなったら終わりだけど、まあ。ここか。まずい。もうミスできない。ああ、終わった。ああ、終わったぞ、これ。前は行っていいね。こいつ殺そう。馬はね、縦横には来ないんで、そこを覚えときゃ。ルーク、まっすぐ。まあ、ここのルークは多分大丈夫か。ビショップは邪魔されてるから、危ない。ただポーンがいるんで、左から抜ける方が多分安全かな。だクイーンがあるんでね、最悪クイーン使おう。こっち打つか。うわ、変な風になった。キングそこならいいや、行っちゃおう。いや、これまっすぐ行くしかないけど。ないか、助かる道はないな。騎士程度では。ここで動く分には死にはしないね。やば。これいけんじゃない？こいつ殺すか。で、王を狙うかな。ここ。うわ、倒すか。多分ね、これ横につけてくると思う。ここに来ると思うんですよ。だよね。読めてるぞ。くそ、死なない。ここかな、じゃあ。いや、全然死なない、これ。弱すぎないか。あ、なんか進化してるよ、あいつ。さあ、行った。クイーンを倒した。これ強くなっていくのかな。クイーン、わかんないけどクイーンが増えるっぽい。ポーンが進化しますね。なんかポーンがミディシアンなのかな。ユニットキング、ホワイトキング HP-4 きた。暗殺4。ポーンさ、これあれじゃないな、あの金みたいになるのかな。成金です、成金。じゃないのかな。ポーン。キャンムーブとアタックインフロア。でもこのマーク的にはなんかね、右も後ろも書いてあるんで、こことも違うと思うんだけどね。どうなんだろう。クイーンなら怖すぎるでしょ。渡んないか。ここ行って馬殺しかな。多分馬がここに来ると思うんで。あ、そっちか。オッケーオッケー。
で、このライン、このライン。ここ前進よ。ああ、ダメだ。危ねえ。これ、殺せばいいんだよね。あ、殺せないのか。これはここでしょ。ここに行ったら死ぬ。あ、死ぬ。ルークいるわ。じゃあ離脱かな。クイーン強すぎるよね。まあ、ここしかないか。斜め割れルークなんで大丈夫だね。いや、まずいな。あ、それキングか。それキングかも分かんなかったね。え、これ、終わるぞ、多分。まずいぞ。これ殺せないかな。あ、さっき押し、今、いや。あ、ダメか。あ、ルークがそこにいた。これ、すごい本意味じゃない？だって。ここ、ライン、ここ、ライン。ルークじゃ逃げらんないんですよね。ここのライン行っても無理で。で、クイーンがこことここ見張ってると。で、馬は別にそんなにここら辺では怖くないんですけど。まあ、ビショップはこう潰されてるんでいいんですが。いやー、面白いこのゲーム。5月ね、シーマン来るらしいんで、ちょっとね、これをクリアしてないのに、ぜひ巻いてどうかなというのがありますけど、ちょっと楽しみに待ちましょう。